前節負けてしまって上とちょっと離されましたけど、浦和戦に、勝てばまた浦和と差つけますし、上にも食いついていけると思うんで、落とせない試合かなと思います。ジュビロ磐田 VS 浦和レッズ9月17日エコパスタジアム16時キックオフ。